川勝知事は今月行われる安倍元総理の国葬に参列しないと表明しました。静岡市と浜松市の両市長は参列する意向です。川勝知事は昨日文書でコメントを発表し、今月27日に行われる安倍元総理の国葬についてすでに弔意を表しており、改めて参列はしないと表明しました。知事は7月下旬に奈良県で開催された全国知事会に出席した際、他県の知事と一緒に銃撃された現場に赴いていました。人として、慎んでお悔やみを申し上げ、そして弔意を示してまいりたいというふうに思っています。静岡市の田辺信弘市長は今日安倍元総理の国葬に私人として参列すると発表しました。公費は使用せず、自費で公共交通機関を使って参列するということです。また浜松市の鈴木康智市長も参列する意向であることが分かりました。参列に際し公費を使用するかどうかについては検討中だということです。